どうもおはようございます。今日1月25日朝6時でございます。まあ順番に相場解説していきますね。チャンネルラインを昨日引いたと思います。こういう風にでチャンネルライン引いたところ、この上のチャンネルラインにぶつかったんで、そろそろ下落が始まるんじゃないかなと思ったんですけども、ご覧のように昨日1日は下落で、終わりましたね。ですんでセルの方にエントリーをかけていれば利益が取れていたと思います。で、私の場合はセルの方で利益を取ったわけなんですけども、そのことについてはもうちょっと後でお話しますね。はい、じゃあ次なんですけども、4時間です。4時間を見ていただくとどういうことがわかるでしょうか。それはですね、ボラティティが少しずつ小さくなっていることに気づきませんか。まあここは材料ではあるんですけども、次がこの辺ですよね。で次がこういうふうにって感じで、どうもね収束してるような感じに見えるんですよ、こういうふうにね。で同時に日足ではこういうふうなチャンネルラインが引かれてますんで、それも合わせて考えていくわけになります。右肩下がりとちょっと横ばいに似た収束傾向、こういうふうに日足と4時間を見ることができますよね。まあでもいずれにしても下下げ圧力が来てるのは来てるんだろうなというふうには申し上げた通りでございます。じゃあそれでは問題の1時間なんですけども、これがですねよくわからんのですよ。よくわからない。昨日の時点ではね、このトライアングルが、アセンディングトライアングルが下下げ圧力によって通常でしたら上に行くところが下に行くんではないかなと思ってセルでエントリーしたら、それは見事に私の方は取れたんですよ。でもそっからですね、上昇していて急速に戻るみたいなことがあるもんですから、あ、いやこれはテクニカルが使いにくいなっていうか使えないなっていうのが今日のもう結論なんですよ。で 2,3 時間ほど前に FX オリガルヒ用にも撮ったんですけども、動画を。その時にもすいません今日は分かりませんので6時台でまた答えますって言ったんですけども、6時台になっても所詮ロウソク足が2本伸びた程度なんで分からないんですよね。じゃあどういう風に解釈していくかってことなんですけども、まあざっくりとね、下からこういう風に迫ってるのはあるかなと思うんですよ。うん、あとはねこの上の方から考えればこういう風に、なってるかなと。まあせいぜいこのぐらいしか線が引けないんですけども、だとしたらこれはどういう風に解釈するんだってことになっちゃうでしょ。だから非常にねこの6時になっても動きがつかみにくいんで、オリガルヒの皆様には先ほどの動画配信の中でね、水曜日木曜日はちょっとテクニカルで見ることを諦めないといけないよねっていうことを言ったと思うんですよ。ちょっとね、先週は月火が難しかったんですけども、今週はなんとね水曜日が壁になりましたね。でもこういう時に無理して自分なりの論理をね結びつけると、まあ失敗しますし、勝ったところで次には繋がりませんから、ちょっと大きく気持ちを構えてね、これはちょっともうちょっと泳がしとこうかなというところですね。場合によっては今日一日中何も打つ手がないってこともありえますよ。そのぐらいの気持ちでトレードってのを向かっていかないといけないと思いますからね。エントリーが集中する時もあったりとか、レンジオプションみたいに取りやすい時があると思ったら、まあ今回みたいな、なんなのこれみたいなね、テクニカルがなかなか当てはまらないみたいな時もありますからね。はい、じゃあ一旦以上でございます。FX の相場解説速稼塾限定の方はすいませんけど、また明日までお待ちください。オリガルヒの皆様はね、午後ぐらいにまた追加放送しようかと思います。ただあんまり今日は期待されないでください。ちょっとリラックスしてね、別のことを考えたりとか、なんかこう今までのまとめをねこう振り返って、25日ですから1月も終わるなってことで、なんかね気持ちを楽にした方がよろしいかと思います。それでは本日は以上です。ありがとうございました。